たわらすんな。おやつ食べたいのに。おやつ最近なんかお前いつもおやつ食べたい言ってるよな、うん、なんかお前の好みって何やったっけ、うん、おにぎりせんべいやったっけ、うん、おにぎりせんべいな、最近食べてへんな。なんででしょう、なんででしょう、なぜならなぜなら炭水化物ダイエットやってます。こいつは抜いてはいないよ、控えてるだけよな。せや、ね、見てもこの青白い顔、あのなんていうか僕と知り合う青白い顔見ろと言って、青白くないよ君はね、小麦色やないつも青白いなぜ青白いか、おやつおやつ、せやな、炭水化物抜くとちょっとしんどいな。はい、うん、でもちょっと痩せたやろ、ちょっと痩せたな。でも俺と知り合う前血圧高かったよな、低かったんかな、まあ、お前に会う前はな、うん、お前血圧上90やった、上90、ほう、下60やった、うわ、それって低血圧じゃなくてもう低血圧取り越してなんかやばいんちゃうか、それ、まあな、なあ、フラフラやな、いつもフラフラしとったわ。でなんか献血しに行ったらなんか言われたやろ、せや献血しに行ったらよ、あなたからは血取れませんってそれすごいな、ヤクルトあげるから帰りって、ヤクルトあげるから帰りって、いやほんまにそれ、あそ、ああ血取ってくれへん人はヤクルトあげるから帰りって言わない、言わない、言わない、あ血あげたもんだけしかおやつもらわれへんもんな。いやなんかちょっと飲みながら待っといてみたいなのもあんねんね、うん、ああなるほどね、あで血あげた人はなんかくれはんねんな、うん、飲み物とかお菓子とか食べ放題やな、歯磨き粉とかなもらえたよ、歯磨き粉とかもらえるね、うん、お菓子とかな、人引き換えにね、せや、うん、面白いね、うん、僕はあかんねん、血抜かれたらフラッとしてしまうからな、うん、病院でちょっと血液検査ですでな、ちょっとピュッと注射器でこんだけ塗っただけでな、フラッとしたもん、軟弱者そういうのは男より女の方が強いみたいね、うんうん、血ね抜かれてもちょっと平気ですよ、まあでもね、そんなにフラフラしてたのもな、うん、過去の栄光でな、過去の栄光で今は上130すごいね、それ下は90、なんと血圧40近く上がっとるやないかお前、すごい前の上が今の下だよどういうことこれ、前の上が今の下すごいな、それワイもうどうなっちゃうのというわけで、ね、ちょっとやばいって言うんで、ほんでもうこれちょっと痩せた方がいいって言ってね、うん、で炭水化物抜いたら結構効くらしい、まあ、抜いてはないけどな、抜いたからな、抜いたらあかんで、マジであかんで、抜いたらほんまに人気あかんで少なめにね、うん、もういつもお腹すいたって言ってんねんな、おやつ食べたい、おやつおやつでも調子ええやろ、ちょっとな、変にね、あまあな、なんか知らんけどお腹すいとるときは調子ええな、不思議なことにな、ええよな、あれ不思議やな、うん、そうやね、実はこいつもしてやがる、そうですね、あのお腹空いてるとなんかね、ライブなんかでもバリバリ弾けるよね、なんかやろな食べた後ってダメやな、あと睡魔が襲ってきてこうなんか何弾くのみたいな、なんかあ眠たみたいな、あそういう曲になっちゃうわけよそうなんですね、お腹空いてる時はどんな曲、お腹空いてる時はもうこういう曲やね、あステラバイスターライトですな、いいですね、ね、実は今日はステラバイスターライトのリクエスト入ってます、
カレーの曲やね。そうですね、カレーの曲ですね。ステラバースターライト、結構この曲ね難しいですね。コード進行が結構複雑ですね。うん、ね、普通のちょっとジャズのスタンダード曲とはちょっと違った感じのね、コード進行です。すごい勉強になると思います。なんかファンタスティックな曲やもんな。キラキラしててね。そうやな、キラキラしててね、そんな感じしますね。ぜひ、練習にはなると思いますね。特にこうスケールをたくさん出して使わなあかん、曲です、これはね。なので、今何て言った？スケールをたくさん使い出しする。あ、どうしたじゃあ、何や、スケールをたくさん駆使だ、駆使って言うんだ、それ多分駆使のことだ。駆使だ、スケールを駆使して使うという。また一つやってしまいましたけどもですね、スケールを駆使して使う、漢字が読めない、しばらくごめん。スケールを駆使してですね、たくさんのスケールをですね、駆使して使わなきゃ弾けないと、ねね、アドリブはね。例えばどんな風に、例えばどんな風にと言われてもね、うん、非常にその何やろう、曲の流れが途中でちょっと一旦ね、こう入れ替わっていく。どこどこ、どこと言ってもね、もうこの辺でもちょっと入れ替わってきてるよね。なんか目まぐるしいぞ。目まぐるしいやろ、ワイにもわかんの、うん。でやっとここでなってくるね、うんうん、で最後の方は割とこうね、割とこう並び方がね綺麗に並んでいってるんだけども、うんうん、最初の方はどこへ行くんですかみたいな、変則的なんやな、こう、ここ行ってしまう、あれみたいな、うん、でまた今度は E フラット行ったぞみたいなね、こうどんどん変わっていくよね。そういう場合のスケールの使い方のコツってあるんか？はい、これはもう一個ずつ一個ずつスケールを当てはめていくしかないかもしれないね。ああ、なるほどね。うん、こうなるわけだけども、うん、やっぱり結構、スケールたくさん使うね。これはもう全然サビのところなんか全然なんかね、違うスケール使うしね、うん、中級編上級編やな。そうやな、中上級編変かな、うん、これもね、スケールかけて弾いてますね。うん、そうですね、うん。あんまり初心者とかセッションではしたらしない方がいいのか。でもセッションで届く出るよこれ。ね、なんかよく出るような気がするんや。そうやな、うん。だからすごい勉強の曲だからね。うん、ぜひ、ちょっとこれ難しいけどね。うん、だいぶそのジャズの曲をやり慣れてきたらね。挑戦してはいい。簡単に弾こうと思ったら弾けるってわけでもないんか。かもしれん、これは。アドリブのラインをこう続けるのが難しいかもしれんな。あ、なるほどな。折れるからな、途中で。途中なんか折れてまた。どんどん折れていくよね。途中までやってたらどんどんぐにゃっとこう変わってしまうみたいなね。なるほどな。なんか曲自体がこう結構ね、あ、こっちから来るか、よし、じゃあこっちはどうだみたいな感じでね、こう変わっていっちゃうね、雰囲気がね。そんな曲でした。変則的なんやな。今日たまたまちょっとリクエストね来てるんで、ちょっと挑戦してみましたけどね。ね、難しい曲ですね。難しい曲ですね。ただ僕はこのコード進行なんか好きですね。本当、あ、好きなんや。そうですね。OK、じゃあ頑張ろうということでね、見てます。
ますけど、バッチがね。じゃあ頑張って練習してくださいね、みんなもね。頑張ってね、はい。じゃあ今日は名曲ステラバイスターライトでした。でした、ビクター・ヤング作曲です ね、 ね、はい。じゃあもうちょっと遅いから今日はね、はいはい、バッチも寝ましょう、はい、はい。じゃあまたまとめてください。というわけで、はい、今日は何事もなく、なんかよくわからないままにステラバイスターライトが終わりました。難しい曲なんですね。というわけで今日もこれでおしまいでございます。今日もね、ここに登録って出るから